デフロックとは、自動車の作動装置のバリエーションの一つである。日本語では、作動固定装置や、デファレンシャルロックとも呼ばれ、英語圏では、ロッキングデファレンシャルやロッカーと呼ばれる場合もある。デフロックはいくつかの条件下では、標準的な作動装置と比較して、トラクション、イコール牽引力、駆動力が向上する、可能性がある。 オープンデフが左右の車輪にかかる抵抗に応じて、左右の車輪の回転数を可変するのに対して、デフロックは左右の車輪の駆動状態に関係なく、常に同じ回転速度で、双方の車輪を回転させ続けるためである。デフロックには、駆動輪の車軸の作動装置を固定する、アクスルデフロックと、四輪駆動や前輪駆動の一部に用いられている。 前後軸の回転速度の差を吸収する作動装置であるセンターデフを固定するセンターデフロックの2種類がある。車軸を持つ車両が歴史に登場して以降、カーブを曲がる際の左右車輪の回転数の差を吸収し、より旋回が容易となることを目的にしてオープンデフの概念が登場した。しかし、オープンデフには欠点もあり、 左右車輪の駆動状態に応じて1から100までの比率で駆動力を分配するため、仮に脱輪などにより片方の車輪が完全に空転してしまうと、駆動力の分配比率が0、100となり、設置している側の車輪に全く駆動力が伝わらなくなってしまう。これは 4WD でも同様のことが言え、トランスファー内にオープンデフが内蔵されている車両では、 スタックなどによって一輪が空転した場合でも設置している他の車輪全体に全く駆動力が伝わらなくなってしまう。デフロックは車軸の上の両方の車輪を何らかの機構により直結状態とすることにより蒸気のようなオープンデフの主要な欠点を克服するために開発されたもので本質的には作動装置を全く持たない車軸と同様の効果を果を果たす。 これにより、何らかの理由で一輪が完全に空転状態となった場合でも、デフロックを作動させることで、デフの両側の車輪を50、50の比率で常時回転させ続けることができるようになる。デフロックを解除しているときは、オープンデフと同じような動作を行うため、左右の車輪が異なる速度で回転するようになり、旋回時に、 内側の車輪が空転するのを避けられるようになる。オープンデフやデフロック解除時は常にその車軸の2つの車輪にそれぞれ同じトルクを伝えようとする。そのため左右の車輪の回転差を検知するとそれぞれを異なる速度で回転させる結果となるのだがこれは同時に片方の車輪が何らかの理由により固定されるなどして完全に停止している場合 もう片方のみが回転し続ける結果ともなる。これとは対照的にデフロック作業時には同じ車軸に固定された左右車輪は各車輪のトラクションの状態に関係なくほぼ全ての状況下で同じ回転数で回り続けるようになる。従って左右の車輪に伝わるトルクそのものは不平等となる。ただしこの原則は下記に示す自動デフロックの場合には 例外となる場合がある。デフロックは各車輪のそれぞれのトラクションが極端に異なる場合にのみオープンデフと比較して大幅に優れたトラクション性能を提供することができる。それ以外の状況下、とりわけ舗装路面でのコーナリング時などでは内差による左右車輪の回転差を吸収できないためアンダーステアなどの旋回性能の低下という結果を招くのみとなる。 上記のすべての記述は、前後の各車軸とセンターデフのすべてに当てはまることになる。したがって、フルタイム 4WD 車は前後およびセンターデフの3箇所、すべてに、作動装置を持つこととなる。パートタイム 4WD では、センターデフでの 4WD 切り替え操作そのものが、デフロックと同様の効果を生む場合もあるが、特殊なオフロード走行に用いられる車両の中には、 前後の各車軸とセンターデフのいずれか、あるいは全てに対してデフロックを装備する場合がある。フルタイム 4WD でも、ラリーなど、使用用途により、センターデフなどにデフロックが追加される場合もある。自動式、デフロックとは、運転手の直接的な作動指令なしに、自動的に固定と解除を行うデフロックである。自動式、デフロックは設計上、 直進中は常時固定とされるため、各車輪のトラクション状態に関係なく、常時エンジン回転数が均等に車輪に伝達され、コーナリング時など、各車輪の回転数が変化する必要がある、場合にのみ固定が解除される。その場合であっても、自動式、デフロックは、その制御下にある車輪のいずれかが、デフキャリア、または、車軸全体の回転速度よりも遅く回転することは、 システムとして許容しておらず、早く回転する場合のみ、回転差が発生することを許容する設計である。このタイプのデフロックで、最も一般的で著名なものは、マッスルカー時代のアメリカ社でポピュラーであった、デフキャリア全体を置き換える形で実装され、デトロイトノースピンの別名でも知られた、デトロイトロッカーであろう。他には、純正デフキャリアをそのまま使用し、 内部のスパイダーギアとアクスルシャフトのみを交換する形でデフロックのためのインターロッキングプレートが内蔵されるランチボックスロッカーと呼ばれたものも著名であったいずれの自動デフロックでも左右の車輪のトラクションが等しい条件下でコーナリングを行う場合にはオープンレフト同程度の作動を行いそれ以外の条件下ではトラクションの状態に従って 自動的に両方のアクスルシャフトを直結状態とした。いずれのものも外部に制御装置の類は必要なく、車軸の回転より車輪の速度が速くなった場合のみに遠心力でデフロックユニットのインターロッキングプレートの噛み合いが外れてフリーとなり、車軸の回転と車輪の速度が同一、または車輪の速度が遅くなると、 遠心力で離れていたプレートはスプリングで押し戻されて再び噛み合い直結状態となる比較的簡素な仕組みである。その他のいくつかの自動式デフロックではホイールスピンが発生するまではオープンデフとして動作しホイールスピンを検知するとデフロック状態になるものも存在した。この形式のものは一般的に左右車輪の回転速度差を 検知するために内蔵されたガバナーを使用した。この形式のものはゼネラルモーターズではガブロックと呼ばれた。さらにその他のいくつかの自動式デフロックでは高トルクがかかるまではオープンデフとして動作し高トルクを検知するとデフロック状態になるものも存在した。この形式のものは非常に高いフリクション特性を持つ歯車が内蔵されており 今日のトルク感応型 LSD に近いものである。この形式のものは、ZF のスライディングピンズカムズとして、初期のフォルクスワーゲンに採用されたものが知られている。日本では、トヨタランドクルーザーや、スズキジムニーなど、クロカン 4WD 向けのアフターマーケットパーツとして、ロックライトの名称で販売されるものがこの形式の中では、比較的著名である。 ロックライトは、蒸気のものとは異なり、エンジンからのトルク伝達時にのみ、デフロック状態となり、スロットルを戻して車軸から、バックトルクがかかっている際にはロックが解除される、仕組みである。ARB 製、三菱、デリカエル 400LWB 用エアロッキングデフ、選択式、デフロックとは、運転席から、作動装置の開放、固定を任意に選択できる、デフロックである。 この形式は、下記の多くの方式で実装される。オープンデフ内部のスパイダーギアは、デフロックを実現するために溶接固定される場合がある。このような改造は、英語圏では、スプールデフや、スプールアクスル、ソリッドデフと呼ばれ、日本では、単純に溶接デフロックなどとも呼ばれる。このような改造は、デフロックや LSD が設定されていない車種で、 作動固定を行いたい場合や、ドラッグレースなどの機械式 LSD でも強度が不足するほどの重負荷がかかる用途、あるいは全輪駆動ベースの 4WD 車のフロントドライブシャフトを抜き取った上で、センターデフを固定して FR 車として利用する場合などに限定的に用いられる。ただし、このような手法は溶接によって母材の金属組成が変化し、 重負荷下で溶接箇所の破断などが発生するリスクが伴うため、本来はあまり推奨はされていない方法である。必ずしも溶接を利用するばかりではなく、オープンデフのスパイダーギアを除去して、左右車軸を直結するソリッドブッシュに置き換えることで、同様の効果が得られ、ラジコンカーのボール式作動装置の作動固定にも、こうした手法が多く用いられる。それは、 自動車においても強度的な信頼性に足るスプールデフを構成する上で望ましい手法とされており欧米ではこのようなソリッドブッシュとしてミニスプールと呼ばれる部品が組み込まれるこれはオープンデフのケースをそのまま使用して内部部品のみを置き換えるという点が前述のランチボックスロッカーと手法が類似しているまたオープンデフそのものを 丸ごと単一の加工部品に置き換える場合もあり、このような部品はフルスプールと呼ばれている。フルスプールは作動を固定する方法としては最も強度の高い手法であるが、逆に言えばトルクを配分する機能を全く持たないため、駆動系統全体に大きな応力が常にかかり続けることにもつながる。オートデフロックは、 標準的な作動装置のようにスムーズに動作しないため、しばしばタイヤの摩耗を増加させる場合がある。また、すべてのオートデフロックは、コーナリング時に回転数の検知が行われ、この際に、作動固定と固定解除に起因する、大きな打撃音や騒音が発生しやすい。これは、多くの運転手にとっては、不快な要素となる。また、オートデフロックは、 全車軸に装備される場合には特に車両の運動性能に大きな影響を与えやすい。左右車輪の空転とは別に、トレッド面に高い摩擦力が常にかかり続けるため、全車軸のデフロックはアンダーステアを引き起こしやすく、操縦に必要な操打力も大きくなりやすい。また、オートデフロックは路面凍結時にはかえってコントロールを失う要因となることもある。 オープンデフの場合には凍結路で車輪が空転することでそれ以上駆動力が伝わらなくなるため発進不能となることはあっても走行中急激にコントロールを失うことはそれほど多くはない。しかしオートデフロックの場合には凍結路によって急激な作動の断続が発生する場合がありこれによってスピンなどの危険な挙動が誘発される場合がある。 これは、機械式 LSD のように断続的に強力な、作動制限がかかる方式の LSD にも見られる、欠点である。なお、選択式、デフロックの場合には、このような欠点は必要に応じて、オープンデフとしても機能する、性質上、あえて言及されることは少ない。作動制限装置は、オープンデフとデフロックの中間でよりスムーズな動作を、 するための妥協点であるとみなされている。LSD はオープンデフと比較してトラクションを確保するために必要なだけのトルク配分を行う。しかし、LSD はデフロックのように100%の作動固定を行うことは構造上不可能である。トラクションコントロールシステムもデフロックの代替手段として多くの近代的な車両で用いられている。 一例を挙げるとフォルクスワーゲンは電子制御式デフロックの名称で DCS を用いている。EDL は厳密にはデフロックではないが各車輪で個別に動作するものである。センサーは各車輪の回転速度を 100rpm 単位で監視しスリップなどの要因で車輪速度が乱れた場合に瞬間的にその車輪にのみブレーキをかけることで 他のすべての車輪に駆動力を分散させてそれ以上の空転を防ぐ。しかし EDL オプションが装備されていない車両では従来通りのオープンデフとしてしか動作しない。このような t c s はアンチロックブレーキシステムとも組み合わせることが可能でありブレーキング時に蒸気と同様の制御を行う場合がある。このようなシステムは日産パスファインダーや ランドローバーディフェンダー、ランドローバーフリーランダーでも用いられている。ダイハツハイゼットのデフロック装備車でカール。日本の軽トラックでも特装ダンプ車や農業向けグレードにはこのようなデフロック装着車が参見される。この現象を逆手に取ったものが左右片方のドライブシャフトの駆動を断つことでもう片方のドライブシャフトへの回転伝達を無効化する。 フリーアクスルである。http b ブログズフォー e ィー e r com 六百五十六万四千五百八十九。ワッツニュー二千十一。フォードスーパーデューティエレクトリックロッカー、ローダウンインデックス、html ハット、バジフォー、ホイール、ドライブシステムズ＆ブランドネームズ。独立喧嘩でいうところのホイールトラベルであるが、この場合は車軸を含む車輪の絶対的な。 上下可能量を示し、車軸喧嘩の車種でも用いられる指標である。ありがとうございます。